し楽しいんだよ。どうしよう。お待たせルビーちゃん。で、すごい本の山。海の生き物図鑑、動物の生態、昆虫のすべて、生き物の本ばっかりずら。ルビーちゃん、何があったの？あ、次の宿題、自由研究で1年生は何かの生き物について調べることになってたでしょ。ルビー、すっかり忘れてて大ピンチなの。うわ、花丸ちゃん、マルモ忘れてたずら。どうしよう、マルも何にもやってないよ。ねえ、それだったらルビーと一緒に自由研究やらない？一人より二人の方が早くできると思うし。そうずらね、一緒にやるずら。やった。それじゃあ何について調べる？ルビー、まだそこも決められてないんだ。じゃあまずは調べるか決めようよ。ここにある本に何かいいものがないかな。あ、これ、これってホタルさん？うん、どうかな。綺麗だし調べたら面白そう。いいと思う。じゃあルビーたちはホタルさんについて調べていこう。とりあえずホタルについて図鑑で調べてみる。一匹のホタルが光り出すと他のホタルもつられて光るのか。面白いずら。あ、こっちのページにはホタルの生態について載ってるずら。なになに？ここ見て、花丸ちゃん。わあ、ホタルって光ってない時はこういう姿をしてるんだね。知らなかったずら。ホタルさんの姿、自由研究にまとめるとしたらどうすればいいかな。文字だけだと伝わりづらいよね。それじゃあホタルの写真を撮りに行かない？確かに写真があるとわかりやすいね。でもホタルさんってどこで見られるのかな。マルも全然知らないすら。図鑑に載ってないかな。あ、ここ見て、ルビーちゃん。なになに？ホタルさんの飛ぶ季節について。あ、もうすぐ終わっちゃう。どうしよう、早くホタルのいるところを見つけないと写真が撮れなくなっちゃうずら。急いで探しに行かないと。でもホタルさんってどこを探せば。あ、もうこんな時間、練習始まっちゃう。大変ずら。部室に急ぐずら。うちの実家は旅館をやってるんだ。立派な旅館じゃない？皆さん、素晴らしいお誘いをいただきましたわ。お祭りでライブをしてほしいとアクアに依頼が来ました。わお、お祭りでライブなんて素敵だわ。詳しく聞かせてちょうだい。ええ、お誘いがあったお祭りのパンフレットをいただいているので配りますわね。はい、どうぞ。楽しそう。ライブステージ以外にも盆踊り大会、和太鼓の演奏、マジックショーなんかもやるみたいだよ。すごい、ここでライブできたらすっごく楽しそう。皆さんどうでしょう、受けてもよろしいでしょうか？私はいいと思うな。せっかく私たちに頼んでくれたんだしね。漆黒の堕天使をあえて真夏の太陽の下で舞い踊るというのも悪くないわね。ヨハネも賛成よ。では運営の方に出演すると伝えておきますわ。どうしよう、ライブは出たいけど宿題も終わってないし大丈夫かな。あ、ルビーちゃん、パンフレットのここ見て。ホタル狩りってことはホタルさんが見られるってこと？きっとそうだよ。お祭り会場の近くにホタル狩りの会場があるみたいだし、ここでホタルが見られたらライブもできて一石二鳥ずら。ライブは日中だし終わった後にちょうどホタル狩りに行けそうだね。
人ともホタル狩りに興味津々だね。そんなにホタルが好きだったの？実はルビーたち自由研究でホタルさんのことを調べてるんだ。だからホタルさんを実際に見て写真が撮りたいなって思ってて。なるほど、そういうことだったのね。それなら夜遅くなるだろうし、マリー、車を出すわよ。本当？ありがとう、マリちゃん。ねえねえ、だったらみんなでライブが終わった後、ホタル狩りに行こうよ。いいわね。実はルビーちゃんたちの話を聞いて、私も気になっちゃって。漆黒の闇の中を照らす、無数の淡い光。いい。ラテン氏にぴったりだわ。私も賛成。お祭りにライブにホタル狩りなんて今からすっごく楽しみだよ。忙しくなりそうだね。やったね、花丸ちゃん。うん、自由研究順調に進みそうずら。二人とも盛り上がるのはいいですが、実物を見ることだけが自由研究に求められることではありません。きちんと本などでホタルの生態系や環境なども調べておくのですよ。うん、でもホタル狩りに行けばホタルさんがいるんだし、多分大丈夫だよ。ですが、それにお祭り当日まではライブのことを考えなくっちゃ。そうだね、お祭りまでに頑張って練習するずら。私たちのストーリー、どんな話になるんだろう。ルビー、花丸さんでかき氷を買ってきますわ。うん、よろしくね。また後で会いましょう。では私たちも行きましょうか。うん、いっぱい食べてライブとホタル狩りに向けて体力をつけるずら。だいぶ楽しみだな。それにホタルさんの写真もいっぱい撮れるといいな。お腹いっぱいずら。どれも美味しかったね。ルビーもいっぱい食べちゃった。これでライブとホタル狩りのエネルギーを充電できたね。うん、ホタルさんの写真いっぱい撮ろうっと。まだライブまでは時間があるし、食後の散歩も兼ねて少しお祭りを見て回りましょうよ。それなら私行きたいところがあるわ。あ、もしかしてお面屋さん？どうしてわかったの？まさかヨハネの心を読んだ？さっきリンゴ飴の屋台に並んでる時、ヨシコちゃん近くにあったお麺屋さんをじっと見てたでしょ。それでそうかなって。なるほど。ヨシコじゃなくてヨハネ。じゃあ私はヨーヨー釣りに行きたい。さっきたこ焼き屋さんに行く前に見かけて気になったんだ。ヨーヨーって祭りに行くとって感じにしようか。それが良さそうですね。気
気になったものがあったら、おのおの声をかけてくださいね。この狐のお面かっこいい。こういう雰囲気の衣装とかも作ってみたいな。ようやくテウメッサの魂を宿した仮面を手に入れたわ。このマガマガしさ、ヨハネの封印がなければ危なかったわね。それただの狐のお面だけど。エクセレント、ラブリーなヨーヨーが釣れたわ。あ、切れちゃった。お祭りを楽しむのもいいですが、ホタル狩りの方は大丈夫ですか？今のうちにホタルがどういう場所にいるかなどきちんと調べておいた方がいいのでは。心配してくれてありがとう、お姉ちゃん。でも大丈夫、ホタル狩り会場に行けばホタルさんもいるから。ですが、みんなそろそろライブの時間よ。ステージに向かいましょう。うん、よし、ライブ頑張るズラ。ライブの後はいよいよホタル狩りだね。楽しみ。私たちのストーリー、どんな話になるんだろう。楽しかった。ライブ盛り上がってよかったね。まさかアンコールまでもらえるなんてね。あの瞬間は会場の人たちと一体になってたよね。新たなリトルデーモンが生まれた瞬間だったわ。さあ、いよいよホタル狩りズラ。ルビーちゃん、着替えたらすぐ出発するズラよ。うん、懐中電灯忘れないようにしなくっちゃ。花丸ちゃん、ルビーちゃん、衣装は私たちで片付けておくから、二人は先にホタル狩り会場に行ってきなよ。いいの？ありがとう。私たちも後で合流するね。うん、それじゃあ衣装お願いするズラ。任せて、二人とも気をつけてね。うん、じゃあ行ってきます。あの、すみません、私も一緒に行ってきてよろしいでしょうか？心配なんだね。いいよ、行っておいで。後のことは私たちに任せてちょうだい。さあ早く行って。お願いね。皆さんありがとうございます。懐中電灯と、あとペンライトも明かりとして使えそうですね。ではお先に行ってきますわ。あれ、真っ暗ズラ。それにホタルさんも全然いない。場所はここで合ってるのに、どうして？とりあえずホタルさんを探そう。うん、マルはこっち側を探すね。分かった。ルビーは反対側を探してみる。ホタルさん、どこにいるの？懐中電灯であちこち照らしてるけど、全然見つからないズラ。どうしよう、このままじゃホタルさん一匹も見られないかも。自由研究の写真も撮れないまま終わっちゃう。マル、もっと向こうを探してくる。じゃあルビーはあっちを。二人とも落ち着いてください。うちの実家は旅館をやってるんだ。立派な旅館。お姉ちゃん、深呼吸してください。手に持っているライトも下ろして。あ、分かったズラ。ライトは下ろしましたね。それでは周りをよく見てみてください。周り？川が月明かりに照らされて綺麗。ここはこんなに綺麗な場所だったんだ。ホタルは綺麗な水場にしか住めないんですよ。二人ともホタルを見る前にホタルの生態系などはきちんと調べたのですか？それにホタルだっていつでも見られるとは限りません。
ません。見られる条件などがあるのは知っていましたか？やはり調べていなかったのですね。これがもしライブだったらどうしますか？練習を全くしないでステージに立ちましたか？何かをするためには下準備が必要です。それを怠ればいい結果が出ることはまずありません。お二人ならわかるでしょ？ごめんなさい。マルたち、ホタル狩りの会場に行けばホタルが見られるっていう安心しきって何もしてなかったじゃら。お姉ちゃんにきちんと調べなさいって言われてたのに、大丈夫だって思い込んで本当にごめんなさい。きちんと反省できたのなら今回はもう何も言いません。今後はきちんと考えてくださいね。はい、今さら言っても仕方ないけど、もっとちゃんと調べておけばよかったね。うん、今からでもできることはないのかな。せめて蛍さんが一匹でも見つけられればいいんだけど。一匹だけ？そうじゃら、図鑑に一匹の蛍が光り出すと他の蛍も釣られて光るって書いてたじゃら。何か小さな光を作ってそれを再現できないかな。懐中電灯だと明るすぎるし。それならこれはどうでしょうか？ペンライト？ダイヤさん、ありがとう。やってみるずら。ペンライトの明かりをつけたり消したりして。ホタルさん、来てください。わあ。うちの実家は旅館をやってるんだ。立派な旅館じゃないけど。すごい、ホタルの光でいっぱいじゃ。まるで光の粒に包まれているみたい。綺麗。淡い光が辺り一面に広がってうっとりしてしまいますわ。実は私、事前にホタルの生態系を調べてみたんです。そうしたら、ホタルは静かな場所を好むと書いてありました。だから二人が最初にやっていたように声をかけて探すというのは、よりホタルが出てきにくくなっていたのですよ。そうだったんだ。ダイヤさんがいなかったらマルたち、この景色を見られなかったよ。うん、お姉ちゃんありがとう。ルビー、今日のこと反省して次はきちんと下準備をするね。今回は準備不足だったずら。そう思っているのでしたらまだ不足はありません。私も多少は調べましたからね。私でわかることならばお教えしますよ。お姉ちゃん、あ、いたいた。おーい、チコちゃん。しー、ホタルは静かな場所が好きだからボリュームを落としておしゃべりした方がいいずら。あ、そうなんだ。教えてくれてありがとう。ううん、マルもダイヤさんから教えてもらったんだ。へー、ダイヤさんってホタルに詳しかったんだね。いえ、ホタル狩りに行くので少し調べただけですわ。そうだったんだね。それにしてもすごく幻想的な景色だよね。とっても綺麗。え、遠くから見たら3人がホタルの光に包まれてるみたいだったしね。うん、思わず息を飲んじゃったもん。あまりの美しさに写真を撮るのも忘れちゃったわ。